はい、こんにちは、大島です。今回もセールスについて、お話ししていきます。セールスについて学ぶ、ということの第2弾ですね。セールスについて学ぶ。はい、他の動画でね、お話しいたしましたけども、なぜセールスを学ぶ必要があるのかっていう部分はお話しさせていただきたいと、いただいたと思いますね。で、今回の動画は、セールス実際にどういうふうにですね、集客をして、じゃあ、自分のね、対面で会って、セールスをするのかというね、具体的なセールスの方法について、お話ししていきたいと思います。でまあ、この動画をね、見ることによって、あなたは、セールスのね、概念を理解することができて、実際に目の前にね、お客さん、例えば、まあ、見込みのお客様がですね、来た時に、まあ、自信を持って、セールスができるようになったり、あとは、セールスの手順ですね、どういうふうに、この人の心理状況を読んで、提案をするか、っていう部分、をお話が得られると思いますので、ぜひしっかり聞いてください。はい、それではですね、セールスとは何か。で、今もですね、売るっていうキーワードが出てきましたが、セールスっていうのは、売るっていうのももちろん大事なんですけども、どっちかっていうとマッチングですね。欲しい人はそんなにテクニカルなノウハウを使わなくても売れるんですね。なので、今回はテクニカルの話というよりは、まあ、概要と、確実に必要なことで、これさえ分かれば売れるセールスのトークができるようになります。はい、でまずはセールスとは何なのかっていう部分ですね。セールスとは何なのか、先ほどマッチングと言いましたけども、セールスっていうのは、お客様が欲しいと思っているものを提供する、そして、提供した時に決断ができないお客様に対して、背中を押してあげるっていうのがセールスなんですね。だから売り込むとかね、売りつけるとか、そういうのではやめてくださいね。たまにね、やっぱ、まあ、否定するわけではないですけども、まあ、ネットワークビジネスの方とか、いらっしゃるの中でもね、ひどい方なんていうのは、まあ、会った瞬間からね、あ、どうも、こんにちは、って言って、はじめまして、って何されてる方なんですかとか聞かずに、もういきなり、あ、じゃあ早速説明させていただきたいと思います、とか言って、いきなりなんか、ね、資料を出してきて、なんか、こう紙をね、こうめくって説明し始めたり、あとはなんかいきなりね、 iPad を出してなんかシュ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 とかね、いきなり動画見させられたりとか、あれのはもう完全にあれはセールスではないですね。コミュニケーションを取らなきゃいけない。あれはね、 まさに嫌われるやり方です。で、結構セールスっていうとね、ああいう印象がありますよね。ゴリゴリのね、スーツバシッと着て、あ、どうも、はじめましてって言ってね、こう、何をしてされてらっしゃるんですかとかね、じゃあ資料を、お持ちしましたんで説明させていただきますとかね、それがセールスっていうね、結構思ってる方が多いです。僕もそう思ってました。今まで僕セールスやったことなかったんで、どっちかっていうと飲食業で、まあ、お客様来てくれる、来てくれたお客様に対してサービスするっていうことしかやったことなかったんで、僕も最初にセールスってなんか売りつけんのかなとか、なんか心理的なね、テクニックを使って、言葉を巧みに使ってね、騙して、お金を払わせることなのかなって思ってました。ただ、実際にやってみるとそうではないし、そういう人が多いし、なんかね、テレビとかメディアとかでね、そういう人、そういうのがセールスマンだってこう、植え付けられてしまっているから、セールスマン、イコール、なんかうざいとかね、しつこいとか、そういうイメージがあると思います。ただ、セールスっていうのは一番大事なことであり、一番利益に直結する素晴らしい仕事なんですね。会社でもそうですけども、例えば自分で会社を経営していたとしたら、僕がトップだったとしてね、営業マンがいるわけですね。で、営業マンは営業して契約を取ってくるわけです。で、取ってきたくれた人に対して、
中にいるね、事務の人とか社長さんとかっていうのは、そういう人に対して、商品やサービスを提供するわけですね。要は悪い言い方言ったら、それだけやってればいいわけですね。なので今ね、もし、この動画を見てる方は、サラリーマンとかね、まだ今雇用されている側の方が多いとは思いますけども、自分の会社をねよく見てほしいです。まあ飲食店とかね、ああいうこう待ってる系のね会社だったらちょっとわかんないかもしれませんけども、大きなね会社の一部のところに属している方であればね、どこかしらやってます。先ほどの動画でも言いましたけども、他の動画でもね、商品があって、集客があって、販売があります。会社では全部やってるわけですね。だから絶対どっかに属してるわけで、そこの中のセールスを狙ってる人っていうのは、このね契約を取ってくる人です。だから一番偉いっていうわけじゃないです。全部ないと会社は成り立たないんですけども、一番利益に直結する素晴らしいことをして、そして一番気持ち悪いことなんです、セールスっていうのは。お客さんもお金払う時がってなるし、こっちだってね、もちろん無料でねやってあげるのが一番いいですよ。無料でやってあげて、ね、まあ、社会事業家みたいなね、なんかガンジーみたいな なれればいいですけど、そういうわけにはいかない。こちらもね生活しなければいけない、利益をもたらさなければいけない、なんかお金をもらわなきゃいけないんですよ。だから一番ね、難しいことなんです。で、心地悪いことなんです。お客さんもこの商品買ってどうなるんだろうな、この商品大丈夫なのか買ってって。で、こっち側もね、あと救いたいとね、目の前の人を救いたい。で、この商品をね、売ってあげたいと。心から思ってる人じゃないとセールスしていけないのが本当のセールスなので、そう思った時に、じゃあね、お金を払ってくださいっていうのは、やっぱ心地悪いんですね。慣れれば平均ではあるんですけども、私の場合はやっぱり、今でも心地は悪いです、それはね、でも当たり前です。それは払う方も売る方も心地悪い、ね、一瞬だけ心地悪いんです。それはしょうがない。でもその心地悪いことをやってくれてるのがセールスマンです。で、そしてセールスとは素晴らしい職業であり、素晴らしい行為です。なぜならお客様を救う行為であるからです。情報商材じゃなかったとしても、例えばね e ラーニングの、ね、さっきの英語のね、あれだとしても、この人は英語を絶対習った方がいいと思ってね売るわけですから、ね、別にどうでもいい商品売ってたらいけないですけども、まあ、もしかしたらね、サラリーマンで今営業やられてる方でね、別にそんな商品実際はいいと思ってなくてね、お給料もらえるからやってるだけっていう方もいらっしゃると思いますけども、本来のセールスっていうのは、これからね、自分の商品をね、本当にいいと思った商品を売っていくわけですから、熱は自然にこもりますし、本当に価値のある商品なら買ってくれってね、買ってさえしてくれれば、あなたを救うことができるっていうふうにね、思えるようになれれば、そんなにね、難しいことはないんです、実際は、セールスっていうのは。自然とね、言葉が出てきます。本当にいいと思って。ね、ちょっと話それましたけども、まあ、そんな感じで、セールスとはっていうね、今概念を話させていただきました。セールスとはお金をいただく、お客様からお金をいただく行為であり、お客様も払うという、ね、痛みが生じるわけです。だから、そもそもね、セールスっていうのは、お客様の、悩み解決ですね。することです。だから売りつけるとかそういうのは考えないでください。お客様の悩みを解決する、そして後押しをしてあげる、背中を押してあげる、ことです。この2つさえ分かっていればセールスっていうのはそんなに難しくないです。逆にね、お客様が目の前にいる人が全然ね、なんか下向いてたり、なんかスマホねいじり始めたら、もうそれは
全くもって興味ないわけですね。悩んでもいないし、商品の説明をしてね、なんかうーんって感じだったら、もうね、ああそうです、あすいませんでしたって、言えばいいだけです。いらない、言えないんですか。だって必要ない。そこでね、うわこの人にも売らなきゃいけないって言って、なんかいや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 とかね、やらなくていいです。別にいらない人にはいらないんです。いる人に当たればすぐ欲しいって言ってくれますから、本当に。でもそれは数をこなさないといけないですよ。数をこなして、慣れていくことが大事です、ではですね、実際どういう風にやっていけばいいのか、セールス具体的なノウハウですね。ようやくノウハウ出てきたかって感じかもしれないですけども、で、ノウハウは至って簡単です。あのね、掘り下げればいっぱいありますよ、セールス の手法ね。なんか心理誘導とか、なんかこうね、最初にパッと見でその人が何色かね、当てるとかね、いろいろありますけども、簡単な方法です。いきなりそんなこと言ってもできないんで、ノウハウ、まずは、過去、現在、未来、まずお会いして、はじめましてって。でね、名刺交換しますよね。名刺交換して、何々ですね。で、また、年齢聞いたりね。年齢聞いたり、職業を聞いたりしながら、で、まずは過去の話に入りますね。なんとなく、年齢聞いて、流れは結構、まず自己紹介、名前やって、で、次、年齢を聞いて、で、次、今の職業を聞いて、で、一番自然流れっていったら、その次、職業の後ですよね。職業、今の職業は何されてるんですかって言って、こうしてますって言ったら、で、基本的に自分の話はしないことですね、最初は。最初は全部、聞きます。最初は全部聞いてください。で、そのうち向こうが聞いてきますから、そしたら答えるっていう形で。聞いてこなかったら、さりげなく自分の話は途中で差し込みますけども、分かってもらえないとね、人柄分かってもらえないと、絶対安心して、信頼していただけないので、信頼していただけないってことは、買っていただけないってことですから。で、僕が大体やるのは、年齢を聞いて、で、職業を聞いて、で、今の職業を聞きましたね。で、その前の仕事は何してたんですかって言って、過去に入ります。その前の仕事は何してたんですか、あとは、なるほどってね、その前はこういうふうにやっていて、例えば今は、建築業をやっている、その前は飲食やってた、その前は何かやってたってね、言ってもらうわけです。で、そしたら、ああそうなんですか、なるほどって、で、ここの過去を聞き出してるときに共通点を見つけてください、自分との。自分との共通点を探るまで過去はやめないようにしてください。例えばそこでね、職業を聞いて飲食店をやってたんですって言ったら、ああ飲食店僕もやってたんですよみたいなね。どこでやってたんですか、何をやってたんですか、キッチンやってたんですか、ホールさんとかスタッフやってたんですかって聞いて、あスタッフやってたんですよ、ホールスタッフやってた、あそうなんですか、僕はキッチンスタッフでしたけどホールスタッフもうやったことあるしとかね、ホールスタッフって運ぶとき大変ですよねみたいなね、そういう話とか、そこでね、ホールスタッフじゃなかった、ホールスタッフ同士じゃなくて話合わなかったと思ったら、また適当にそこ終わらして、もうちょっと過去探るとかね、中学校の頃はどんな人だったんですかとか聞いていけば必ず共通点あります。かぶってない、一個もかぶってない人生はないです、さすがに。ゲームセンター行ったことでもいいし、好きなゲームでもいいしね、好きな歌でもいいし、好きな歌手でもいいし、好きな楽器でもいいし、やっていた部活、あとはやっていた習い事、あとはやっていたスポーツとかね、勉強部得意だったとか、テストが何点だったとか、どこの高校行ったとか、地元がここだとか、
友達、共通の友達を見つけるだけでもいいわけですね、要は。友達に弁護士がいるのであれば、あ、僕の友達も弁護士いるんですよ、それでもいいです。必ず共通点はあるので、そこで一回盛り上がってください。